こんにちは、こんばんは、ネコピン TV です。今日はですね、ローソンのこれです。はい、にゃんこ飯チーズ。ちょっと変わってますね。何かなと思うとですね、ちょっと買ってみました。あ、これ温めるって書いてますね。温めたら美味しいって書いてますので、後でちょっと今温めてきますね。携帯ではですね、なんか書いてありますね。昔からある猫まんまをおにぎりで再現した新メニューって、それ再現しなくてもいいでしょう。白ごまを混ぜ込んだご飯の表面に鰹節をまぶして、中の具には相性の良いチーズを入れました。おー、いいのかな。温めても美味しい猫まっしぐらのやみつきおにぎりです。税込みで145円、カロリーは206キロカロリー、ちょっとありますね。はい、わかりました。じゃあちょっとこれ電子レンジで少し温めていきます。はい、今さっき、電子レンジで温めてきました。で、ローソンね、ローソンでおにぎりだとか買うと、これおしぼりついてくるんですね。ちゃんとすごいですね。全部がそうなのかわかんないけど、まあ、うちの私の行きつけのローソンはおしぼりついてきます。すごいですね、さすが。はい、よし。あ、なんか匂いがですね、おかかそのものですね。おかかの匂いです。あー、なるほど、醤油と鰹節の匂いですね。ではちょっと食べていきたいと思います。チーズが入ってます。これどんなのかなと思ったら、なんか合いますね。これ温めて正解ですね。チーズがとろっと溶けてきますから。美味しい。美味しいじゃないですか。ね。はい、チーズ。こんなに入ってますよ。あれ、案外合うな。ちょっとね、最初違和感あったんだけどね、おにぎりとチーズって合うのかなと思ったら合うんですね。ね、カツオのおにぎりとね、チーズが とろりとろけるチーズと一緒に食べると合うんですね。知らなかったです。はい、もう全部食べちゃったな、これね。はい、今日ですね、ローソンのにゃんこ飯チーズを紹介しました。美味しかった、本当に。これはちょっと猫好きの方はちょっと買ってみてください。まあ、それ以外の人も買ってもいいんですけど、特に猫好きの、特に黒猫をにゃんこの絵描いてますので、特に黒猫を飼ってる方、よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバイ。
おいで。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 みちくんおいで。はいはい。届かないよ、みち。俺、届かないよ。おいで。いいの？